ジョナサン・アイザックは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ブロンクスク出身のプロバスケットボール選手。身長211センチメートル、体重95キログラム、ポジションはスモールフォワードとパワーフォワードを兼ねるコンボフォワード。NBA のオーランドマジック所属。フロリダ州、ネープルズのバロンコリアー高校に入学し、1、2年次を過ごし、3、4年時には、 ハリウッドのインターナショナルスクールに通った。さらに、イングアカデミーに入学し、4年次で1試合平均17.6得点記録し、イングアカデミーを21勝から10敗の好成績に導く一方で、1ゲーム平均10リバウンドをも記録した。ハイスクールのキャリアを通して、彼は入学時から最上級生までに身長が6インチ伸び、 当初のコンボガードからスモールフォワードとパワーフォワードを兼ねるコンボフォワードへ転身した。大学のリクルート評価ではゴスターとして評価され ESPN によって2016年の12位にランクされた。2015年7月5日、イングアカデミーでの前期が終わった後、フロリダ州立大学に進学する予定であることを公表したが、2016年2月5日には、 NBA ドラフトエントリーの意思も合わせて発表した。2005年以来、NBA ドラフトに高校から直接エントリーする最初の合衆国の高卒として、2016年の NBA ドラフトへのエントリーの可能性を探っていることに言及した。その発表の4日後、結局、2016年の NBA ドラフトにエントリーすることは断念し、2016から17シーズンを フロリダ州立大学でプレープレーすることを再確認した。2016から17シーズンが始まる前にカール・マローン賞の候補とみなされていた。11月15日、シーズン2試合目で20得点を獲得し、99から78でアイオナ大学に勝利した。アイザックは11月20日にデトロイト大学戦で14得点。 10リバウンドでシーズン初のダブルダブルを記録した。2016年11月15日から20日までのプレーにより ACC アワードオブザウィーク賞を獲得した。2017年1月18日、ノートルダム大学戦で23得点、10リバウンド、7ブロックを記録し、勝利に貢献した。2017年2月8日、 ノースカロライナ州立大学に対して九十五から七十一の勝利では二十一得点を獲得した。シーズンを通してチームメイトのド同エインベーコン、ザビアーラサン・メイズと並んでチームリーダーとみなされていた。彼らは全米で六番目のチームと考えられていた。ACC トーナメントの第二シードとしてフロリダ州立大学は準決勝でバージニア工科大学を破ったが準決勝では ノートルダム大学に敗れた。その後チームは NCWA トーナメントに進んで西で第3シードを獲得した。フロリダ州オーランドのアムウェイセンターで藤井衆との最初のラウンド86から80で勝利した。しかし彼らは第11シードのザビエルに打撃を与え32ラウンドで敗退した。NCWA トーナメントキャリアとなる2試合で25得点を 獲得した。新入生シーズンの終わりに、彼は2017年のオール ACC、新入生チームに選ばれた。それに加えて、大学最終3年間を免れ、2017年の NBA ドラフトにアーリーエントリーすれば、2016年の NBA ドラフトで、デンバーナゲッツから19位指名を受けたマリック、ビーズリーに続いて2人目となる一順目指名を受けると予想され、 2017年4月1日2017年の NBA ドラフトにアーリーエントリーすることを表明した。成績オーランドマジック2017年の NBA ドラフトにアーリーエントリーし、オーランドマジックから6位指名を受けて入団した。2017から18シーズンは27試合に出場し、 平均19.9分で5.4得点3.7リバウンド0.7アシスト1.2スティール1.1ブロックなどを記録した。6位指名ながらオールルーキーチームには選出されなかった。2018から19シーズンは75試合に出場し、平均26.6分で9.6得点5.5リバウンド1.1アシスト0.8スティール1.3ブロックなどを記録した。 2019から20シーズン、2019年11月6日のダラスマーベリックス戦では13得点10リバウンド後、アシスト4スティール6ブロックの好成績だったが、あと1スティールがあれば、5-5ズを達成するところだった。ありがとうございます。